はい、今緊急で動画回してます。はい、今日はですねラペラを使った締め技、はい、デビルラペラチョークというのをやろうと思います。はい、デビルラペラチョーク、はい、ラペラでチョークします。そしてもしこのラペラチョークが決まらなかった場合の対処方法も、やりたいと思います。はい、まずですねクロスガード、まあ、オープンガードでも何でもいいんですけど、で条件として、まあ、ラペラって言った通りです。相手のラペラ、ね、ここのラペラがめくれてることが条件となります。まあ、めくれてない場合は帯にしっかり、ね、埋まってる場合はこうやって、まあ、こうやってというかこんな、ね、堂々とできないですけど、まあ、めくれた状態を作ります、ね、剥がしてね、まあ、今ちょっとこれ作りました。はい、相手のラペラ出ました。はい、そしたらですね、はい、まず皆さんラッソーガード巻き付け、ラッソーガード皆さん好きだと思います、このガードね。はい、これのラペラ版やります。これのラペラ版、ラッソーガードのラペラ版をやります、ね、このラッソ本当は腕に巻きますよね。これのラペラバージョンになります。はい、ラペラ取っててこれに足回ししてラッソをします。はい、そして相手と自分の距離を近づけたいですよね。でこの状態ワンハンドです。今僕左手だけでラペラ持ってます。この引っ張りだと、まあ、ワンハンドなんでそんなに強く引っ張らないですね、まあ、これぐらいはいけるかな。でもがっつり相手と密着したいんですよ。なので両手でダブルハンドでポンポンと、ね、両手でこうしっかり持ちます。そうするとグイッと引っ張ってくるんですよ、ね、ワンハンドだと相手もね引っ張られたくなんかやるんだこいつって思うから、まあ、強いわけですよね。うん、なんだけどこうダブルでこうやると結構くるんですよね。うん、ね、そしてこの僕の2位膝小僧、この膝小僧を相手の、この場合ね右頬ですね、ここにつけたいんです。うん、ここにつけたいです。でここにつけたいんですけど、この時注意してほしいのは、これが膝が横向いてるとね、相手がこっち潰してパスしてきます。そうすると、うわおってなっちゃうんです。なので、ね、膝をやっぱ立てることが重要になってるんですよね。はい、ラペラをラッソして入れました。で、ここ膝立てる、で、ダブルハンドで、はい、ここからがミソです。はい、ね、ここからなんですけど、今親指、今ね、こういう感じ持ってます。これがね、引っ張る親指ですね。引っ張るときはね、この親指の状態、まあ僕の方親指向いてますね、相手じゃなくて。この状態のグリップの方がね、強いんですよ。強い引っ張り、綱引きできるんですよ。なんですけど、まあ引っ張ってきました。ね、膝が相手の頬まで来ました。はい、そしたら、今2本で持ってたんですけど、左手離します。なんで離すかっていうと、持ち替えたいんですよね。こう持ってたのを、こう、相手に親指が行く方。相手側に。で、自分に小指が向く方にしたいんですよね。なので、一回、こう持ったんですけど、こっち離します。そして、こっちの右手でこっちに、もう一回左手に渡す感じです。で、ゆっくりやります。こうなってます。はい。で、自分もちょっと起きて、こっちに渡します。はい。この状態みんな、見えますかね、皆さん。はい。閉まってるんですよ。で、僕の左膝で圧迫かけてます。そして、こっちからはね、こっち側からは、僕の右膝で圧迫かけてます。こっちはラペラで圧迫かけてます。そしてそれを交差させます。ぶつかり合う力が、ね、せーの でこっちの右足の裏は腰骨プッシュします。そうすると決まります。締めが決まります。結構強烈です。これがデビルラペラチョークです。はい、もう一回やりますね。はい、ラペラ、まあ、めくれたとします。はい、ラストします。ね、ワンハンドだとパワーが弱いんで、引っ張るパワーが弱いんで、左腕、右腕協力して2本でがっつりいきます。はい、そして親指こっちにしたいんで1回左手離します。そしてこの状態ですね、こっちでこう持っていきます。はい、でプレスかければ首に圧迫がかかります。はい、そしてですね、このままは終わればいいんですけど、相手のハートがめちゃくちゃ強いととかね、相手の首がすっごい強いとかね、あとこの手でこうガードしてきたと、ね、隙間作って、この間に指入れて守ってきたと、うわ決まらないと、こいつハート強えぜ、首も強えぜ、ディフェンスもしてきたぜってなったら、この右足のすねをね、相手のお腹に当てて、で、この右手で、相手のズボンの先っぽ、ね、まあ膝のところでもいいですね、まあ、持てるとこ、持って、
こっちに全部プレスかけますね。パワーを左側にかけるとスイープされます、ね、スイープされなければ相手この首の圧迫耐えない。うーわ決まるわってなって相手が自分から転がりたくなります。はい。でまあこれで決まらなかったとしてもサイドポジション取れるんで、まあその後別な攻撃いけばいいですよね。必ずこの締めがいかなきゃいけないってわけじゃないんで、まあ、とりあえずこれならスイープしてれば、まあ、また別の展開がある。まあ2点ね、スイープのポイント入ってるんで OK です。もう1回やりますね。今度この角度でしょうかね。はい、よいしょ。まあオープンでもね、クロスでもね、何でもいいんでね、バンバンと戦ってました。相手のラペラが帯から剥がれてました。おっしゃ、これはデビルラペラチョーク行く番だぜ。行く場面が来たぜ。ラペラ持ちます。足回しします。はい、両手でダブルグリップして強く引っ張る、ね、相手の右頬、右の首の脇というかね、ここに2位を膝を持ってきます。はい、自分もちょっと起きて、起きるとね、これはかかりやすいですね。起きてこっちに渡します。この時親指が今まで自分の方向いてたんだけど、締める時は小指が自分の方に向かう。このグリップの方が締めは強いんでね。はい、そしてプレスかければ締まりますね。はい、で相手の首がやばいと、めっちゃ強いと、相手の心もめっちゃ強いという時、ディフェンスもしました。そしたらこの右足のすねを相手のお腹のね、お腹の正面持ってきて、ここに体重を乗せるようにして、はい、巻きつけスイープと一緒ですね、原理は。はい、そしてズボンを右手で潜って、潜れたら潜ってもいいですよね。潜れなくても外側を持って、でベクトルこっちやればスイープ決まります。はい、これで、ギブアップ取れなかったとしてもサイドポジション取ってるんで、こっから有利な展開が待ってます。はい、 OK ですかね。はい、やってみるとね、結構ね、使う場面あるんで、スパーリングやってるとね、結構この場面来るんで、まあ、条件としてはね、人によって、僕のこの道着ここ短いんですけど、ラペラね、こう長い人だと決まりやすいです。うん、まあ、ラペラの当たり前ですけど、ラペラ使った技って相手のここの長さ、ラペラの長さは結構重要なんですよね。でもうこうやってて、おこいつ長えなと思ったら、まあこういうね、まあ、ラペラ使った技すごいいっぱいあるんだけど、こういう技使ってみてください。はい、対戦相手が僕みたいにこう短い人はちょっとね、ちょっと難しいかもしれないですね。はい、まあ相手もね、規定内の道具は着てるとは思うんですけど、はい、短い人には、長い人は、ダラーンとしてる人はすごいこういう技決めやすいです。はい、やってみてください。Dream Fantasy. 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 Yeah. 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 Yeah.